さん、お疲れ様です。ケンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今俺はね、ここは埼玉県川島町国道254号線ですね。そちらを走行しています。今日はね、何をするかと言いますと、なんとなんと定期的に回ってきます。定期的というか定期ではないんですけども、ちょくちょく回ってきます。私の嫌いな仕事、皆さんわかるかな。この辺で時々積んでる嫌な仕事といえば、軽くて個数があるあの荷物ですね。気づいた方はいらっしゃると思うんですけど、はい、その荷物をね、これから積みに今向かっているところです。はい、とても憂鬱です。でも仕事なんでしょうがないです。はい、個数が少なければいいんですけど、多分そんなことはないと思います。まあ頑張るしかないでしょう。はい、ということで、まあここからどれくらいですかね、あと15分くらいかな、積み込み先までそちらの方に向かっていきたいと思います。まあ以前積み込みした時はね、散々でしたよね。冷凍車で積んでね、なぜかねカップラーメンの方も水濡れさせてしまって散々な目にあったと思うんですけども、今日は大丈夫です。今日はドライの車なんで、まあ、雨降っても雨漏りするような車ではないので大丈夫です。ということで今日も張り切って積み込みの方していきましょう、ね、朝は寒かったけど徐々に秋晴れっていう感じの、雲一つないね、晴天に恵まれました。それではね、頑張ってじゃない、安全運転で積み先の方を向かってって積み込み頑張りたいと思いますよ。あ、ということで今日もね、最後までぜひぜひご視聴よろしくお願いいたします。はい、ね、今積み込み先の方に到着ですね。結構待ってる車いるな。でも受付指示で2階の方に行かなきゃダメなんで、これから登っていきます。ここはねぐるぐる回るタイプのところではないですね。ウィンと上がったらもう1個上がったら2階です。はい、いやすぐに呼ばれないことを祈りたい。なんでかっていうと、ちょっと昨日ね、会社の駐車場でトラックぶつけられて、それを直してから出発してきたんで、ちょっと私くたびれてんですよね。だからちょっと休みたいですね。どうかな、いっぱい積み込みしてますね。あ、これは多分呼ばれね、無理だ。呼ばれない多分ですよ。受付行ってきます。ちょいと行ってきます。大丈夫だと思うけど行ってきます。それでは、はい、予感的中ですね。受付して運転手さん電話するから待っててって言われたんで、俺はね英気を養うために、まあトラックの中ちょっと片付けなきゃダメだけど、トラックの中は片付けたら出ます。はい、ではまた積み込みの際にお会いしましょう。おやすみなさい。
まりにもね、そこの積み込み先、誰が悪いんでしょうね。指示出してる人が悪いのか、上のこうお偉いさんが悪いのか分かんないけど、本当に効率が悪いですね、あのカップラーメンの積み方は。よその積み先はあるんですけどね、あの後ろから積むケースっていうのは、そういう時っていうのはどんどん押してくれるんですよ、俺らがこう動かなくていいようにね。一番だって運転手でバラ積みする時に疲れない方法っていうのはやっぱり最低限いつもに手元に荷物があるっていうことが、まあ絶対条件じゃないかなって思いますよ。それをね、やっぱり離れたところ、あの荷物がどんどん近くのパレットっていうのは積み込みしていけばなくなるじゃないですか。そうするとどんどん遠くになっていくんですよね。それでも荷物を持ってこない、押してくれない、荷物持ってこないってことは荷物も下ろせないですからね、積み込む。そうなると4つとか6個とかね、ずつ俺たちが運ばなきゃないんですよ。引っかき棒がなんかあれば、おそらく手元まで引っ張ってはこれるんだろうけどね。持ってるドライバーさんっていうのはそうそういなくて、あとは佐川急便とかいう仕事やってる人は、車の中にローラーあるから、その上に乗せれば自分でこうね、手元いつでも近く、あとショルダーですか、ショルダーってあの冷凍車なんかについてるやつね、あれなんかついてる車でもいつでもこう手元の方に荷物を持ってきてね、積み込みっていうのはできるけど、あの方法はないな、あの方法はライダーじゃないですね、あの積み込み型がない、なんて言ったらいいんだろう、あんな積み方はないですよ。あんなの真面目に詰めばさ、1時間半とかで終わるんですよ。1時間ではさすがに、ねえ、細かい荷物だし、大型トラック、よっぽど慣れてる人じゃねえと、1台分積み込むっていうことは、できないだろうけど、何なんでしょうね。人が足りないのかどうなのかわかんないけど、でも予想は、だいたい一つのリフトで2バースぐらいかな、頑張ってもね。まあ、積み込んだところは3つぐらいやってて、それでなんかどっからか荷物を探してくるんですね。前もってもう出来上がって準備してないんですよ。準備してあるんだったらもうそれをね、トラックの方に持ってくるだけだったらいいんだろうけど、いち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 どっかから探してね、ワンアイテムずつ持ってくるもんだから戻ってこないの。そうすると運転手たちがみんな暇してんの、トラックの後ろでね。ああまだ来ねえのかな、本当悪循環だと思いますよ。そうなると結局1台あたりに積み込みにかかる時間っていうのはかかるわけだからね、時間が。そうなってくると、今日出てくる時も相当な台数待ってましたけど、後ろの方でね、後ろの方じゃない、待機バスの方で待ってたけど、ああいうことはね、ああいうことはやっぱりさせちゃいけないですね。少しでもやっぱりこの好まれる荷物じゃないですから、やっぱりカップラーメンのバラっていうのは、そうやらさせてる以上やっぱり最低限効率よくね、これ締
品物を出してドライバーの方に積み込みさせないと、もっと時間ばっかかかって、今日のところで3時間ちょっとかかりますよ。荷物が出てこないから。今ね、那須のサービスエリアの方まで走ってきました。ご飯です。お腹空いてちょっと1個なくなってますけども、なんていうやつだったかな、これ栃木夢ポークのロースカツ膳ってやつですね。 180g。 あとはこれにオレンジジュースですね。いや、とても美味しくてね、お肉が脂身がね、甘くて美味しい。本当に美味しかった。ちょっとソースをつけて、ソースちょっとからしもちょっとつけようか。からしもね、いただきます。よいしょ、ほら脂が染み出てる。うん、甘くて。それでこれ気になってたんじゃないですか。右側はソース、左側これ何だと思いますか。これドレッシングだっけ。あれ開かない、ちょっとお待ちください。何のドレッシングだと思います、皆さん。これはこれは知ってんですけど、初めて聞くあれだったな、ドレッシングだったな。ちょっと味わってみますよ。なんだろうって考えながらちょっと見てみてくださいね。うん、あ、これ美味しい。ヒントはっていうか、正解は食べに来てください。食べたら分かります。
分かんなかったら店員さんに聞いてください。味噌、味噌汁が関東では珍しいな。これ赤だしですよね。珍しい。ちょっといただきます。あ、本当に赤だしだ。美味しい。で、白ご飯もツヤツヤでしょね。画面に落ちちゃったご飯。いやー美味しい。ちょっとゆっくりいただきますかね。オレンジジュースもありますし、ゆっくりいただきます。はい、わー寒いねー。ここがナスですよ。冷えたサービスエリアでしょ。今ね、とんかつの方を食べてきました。とても美味しいとんかつでしたよ。ドレッシングなんですけど、あれはコーンのドレッシングなんでさ、トウモロコシですね。当たり前だ。で、さっき圏央道走っててシート取ってきたじゃないですか。で、運送会社さんの方にも連絡したんですよね、俺ね。ただ、なんか高速隊の方からね、無人運転手さんの方にシートが戻ったみたいです。桶川可能インター、あそこ高速隊ありますよね。そちらの方でシートを受け取ったっていうことで俺の方に電話いただきました。でなんかね、住所とか教えてくださいってなんか言われたんですけど、まあそこまでね、お礼されてもちょっと困るから、いや大丈夫ですよっていうようなことは伝えましたけどね。シートって俺も平ボディ乗ってたんですけど、パッと見た感じはそんなしない感じするでしょう。結構高いもんなんですよ、このシートっていうのは。材質によって値段はかなり異なりますけど、手軽に入っていう感じで個人で買えるようなものではないですね。ということでね、本日の動画これにて終了しますよ。すっかり暗くなってきましたけど、まだトラックの方は全然ね、今日は少ないです、トラック。こんな感じです。なんか雨降ってきそうな感じしますけどもね。俺はこれから長い長い休息に入ります。皆さんおやすみなさい。またYouTube の方でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。